福島再生可能エネルギー研究所長賞、宝山小学校3年、黒沢直さん、ハンドレスアンブレラ。この作品はこのように傘をリュックのように背負って使用します。実際の使用の様子がこちら。傘がグラグラしないようにベルトを取り付けたところを工夫されてます。リュック部分は取り外せるので違う傘にも取り付け可能です。雨の日に傘を差すと手を使えないので傘を背負えれば楽だなと思い製作しました。以上、ハンドレスアンブレラの紹介でした。